1回戦 E グループは5フレを終え酒井が一歩リード。食らいつきたい縄の第6フレーム。いい感じか。よし、続いてる。2人とも左側のラインは追い込んでしょう。うまく最小限に使って、そうですね、痛めをあまり大きく使わずに投げてますね、はい、ここがウィニングラインになるんでしょうか。2人ストライクを持ってきました。6フレ1投目の秋はストライク。さあ酒井は第6フレームに突入していきます。ここでストライクを持ってくると、とりあえず一旦220台のペースに乗ります。はい、酒井美香第6フレーム1投目。うわ、いい感じだったんですかね欲しかったでしょうね、自分としてはね、来てほしいっていうね思いだったんですけれども、ここでね220台のペースに乗せるとだいぶ気が楽になりますからね。10番ピンです。酒井美香、ここもきちんと正面から払っていきました。酒井プロがね、右側18番レーンで2回10番ピンを残して進み具合がね、ゆっくりになってきたというところで、縄プロここもう一つ、ストライクを持ってきたら酒井プロに2ピン差まで追いつきます。さあ問題はこの右側の18番ですが、5フレでは8本、その前の第3フレームではストライク、ストライクなんですよね。そこのイメージがどうか。いったらは起動でしょう。ストライク。そうなんですね、やっぱり、はい、さっきあれっていうふうに第5フレームで思ったラインよりはもちろんあの食い込みは強かったんですが、でも当たった場所はさほど変わらなかったような気もしますよね。酒井美香です。7フレ1投目どうだ。これはアンラッキーだ。これはアンラッキーだ。他の選手もね、ジャストでアンラッキーな9本カウントというのが多かったんですよね。右投げの選手の8番、これは問題ないでしょう。きちんと正面からマークしていきます。本人としては今のタップはちょっときついなという、これ9スペが続きましたからね、縄プロが6、7と、そしてまたある程度アジャストを見せている左側に戻ってきて第8フレーム、そして縄プロにとってはこれが220台に乗せるかどうかの一投になります。ちょっと熱いぞこれ。うわ、ですよね、ですよね、珍しいな。今のはね、ちょっと力んでしまいましたかね。縄プロ珍しい。でも今割れなくてよかったけど大事な一投だったんですが、9本がクレジットされています。第8フレームの1投目縄対する第8フレーム酒井、2人対戦、1回戦 E グループ、大事な一投どうだ。うわー、ここも天秤がタップする。実況の言葉ももうウィスパーになりそうな、それぐらいちょっとあんまり大きな声で10番ピン残ったと言いづらいぐらい、そうですね、ものすごい緊張感と緊迫感と、縄プロはここ正面からマークします。いやこれ8くらい、はい、この後酒井プロ2投目をまずは、はい、まずはここでしっかり拾っておくことですよね。スペアをしっかり取って9点勝負。ここはきちんとマークしていきました、はい、ナイスカバーですね。1ピン差の大接戦、クライマックスを見逃すな。 When it comes